それでは第7回の講義後半を始めていきたいと思います。ここまでのところで我々が、この講義の第1回からですね勉強してきたのは確率論を理解するための基本的な概念とそしてその概念を数学的にどう扱うかということでした。特に、確率変数と分布というのを、確率変数と分布というものを数学的にどう扱うかということを勉強してきました。で、この今日の後半からというのは講義のシリーズ全体の後半に入っていきます。その中では実際に具体的なさまざまな確率分布の形を見ていきます。で、それによって世の中で起こる、物理的に起こるさまざまな現象で、この物理的にというのは物理、といわゆる勉強の物理というのに出てくるだけではなくて、社会学的なことや経済学的なこと、世の中実際の物理的に存在する実際の世の中の中で起こるさまざまな現象を、このさまざまな形の分布によってモデル化していくということができるという話になっていきます。で、そのためのモデルを勉強していきましょうというのが今日の後半です。それでは早速講義の内容を勉強してみてください。それでは確率論第7回の後半の講義始めていきたいと思います。で、今回は第7回というのは前半後半って2つの講義ユニットに分けたんですが、実はこの前半と後半の間で非常に大きな転換がありました。前半までというのは実はこの確率論の講義全体の前半、時間的にはかなり長いコマ数取ってるんですが前半の部分で、確率論を考えるための基本的なものの考え方とか道具立てというのを、みんなで勉強してきました。で、それに対して今から後半第7回の後半と8回9回10回というところでは実際に、起こるいろんな現象を表現するため物理的な世界で起こるため起こるいろんな現象、この物理的な世界というのは実際の世界という意味で、いわゆる物理だけではなく科学的な化学的な現象とか経済学的な現象社会学的な現象というのも含まれるんですが、そういうふうに、実際の世界の中で起こるさまざまな現象を表現するための具体的な分布というのを分布の形というのを勉強していきたいと思います。で、今までのところっていうのは確率密度分布っていうのはf of x であるとか g of y とかっていうふうにただ記号で書いてきました。で、今日、この第7回の後半のところから初めて具体的な形というのが出てきます。では、実際に一つ一つ見ていきましょう。で、今から勉強する、分布というのをいくつか書いていきます。で、まず今から勉強するのは分布、これが今から勉強することです。で、今からすぐ勉強するのは二項分布、これが、いろんなものの原点になります。で、この二項分布からポアソン分布というのを出していきます。これは、次回やることになります。で、多項分布、そして超幾何分布、幾何分布で、そして、最終的に分布の王様である正規分布というのをやってこの確率論の授業を全部終わるということになります。で、今日今か、これをこの先、第10回まででやっていくんですが、今日勉強するのはこの二項分布です。で、この二項分布も今日ちょっと時間的に最後まではいけないので、この二項分布その1というのが、今日勉強することだと思ってください。では、二項分布始めていきましょう。今日後半のテーマは二項分布です。二項分布っていうのはこの二項、これなんで二項っていうかこの後また出てくるんですが、ここの二項っていうところにヒントがあるようにあることが、起こる、何か思考をした時に A もしくは B っていう2つある、可能性のうちのどっちかが起こるというような場合の、そういう現象、それを表すための分布です。つっても、今の説明ではあーっていう感じだったと思うんで、もう少し具体的にいきましょう。ズバリ言えば、例えばコインを投げる思考です。で、コインを投げた時に表が出る確率、コインの表が出る確率を例えば3分の1とします。なんでこれ多分、コイン自体にこう重さがこう微妙に違うんですよね。なんかこのコインがあってこっち重いとかなんですよ。
で、そういうコインをこうくるくるっと投げて表が出るか裏が出るかっていう話です。で、表が出る確率が今3分の1で、裏が出る確率、これはいくつになる？コインを投げた時に起こることっていうのは2通りや。表が出るか裏が出るかです。なんか多分なんかこうひねくれた人とかなんかこんな、ちょっと待ってね、こんな感じで立っちゃうことあるんじゃないですかとかって言い出すかもしれませんが、これは今考えません。数学の話なんで、今僕がやってるのは数学の話なんで、確率論の話なんで、こういうのは考えません。で、こういうの考えない上で表か裏か二択で考えます。そうするとこれ、裏が出る確率っていくつになる？3分の2ですよね。これ2つ、この2つを足してやると1になる。表か裏どっちかが出るんだから1になります。これ別の言い方すれば、確率論で勉強した言い方では何て言った？こういうの幾何化ですよね。すべてのパターンの確率を足せば必ず1になるはずです。で、今、ちょっと話がそれかけたんで元に戻しましょう。今表の出る確率が3分の1、裏の出る確率が3分の2ぐらい、2のコインというのがあります。2ぐらいじゃなくて2のコインというのがあります。で、これを5回投げることを考えてみましょう。例えばね、5回投げる。で、そうすると何回表が出るのか、これ知りたいよね。知りたいよねっていうのは、皆さんが本当にこのコインの表が出るか裏が出るかに興味があるでしょうって話じゃなくて、確率論の勉強の話として、こういう時表の確率が3分の1、裏の確率が3分の2のコインがあった時に、これを5回投げたら何回表が出るというふうに確率論では考えて推測していくのかっていうのが、みんな興味があるでしょっていう意味で言いました。で、興味あるよね。なんで今からそれがどうなるのか考えていきましょうということです。で、ただね、この何回表が出るのかっていうのは、まず、実はいきなりは答え出てこないんですよ。答えとして順番に考えていくと、まず我々が考えていくのは、例えば2回表が出る確率です。例えば2回表が出る確率はどれぐらいでしょうということです。で、これを考えるにあたって、4ステップで考えていきたいと思います。まず、最初のステップ、4ステップ3ステップかな、ステップとしては、3つで考えていきたいと思います。まずステップ1、1回の思考で、表もしくは裏が出る確率はっていうことです。これを考えるのがまず第一ステップです。で、今僕3つのステップっていうのを4ステップって言ったの、この中にこの1ステップ1、1回の思考で表裏が出る確率はっていうところに、表が出る時と裏が出る時って、2つ、パターンがあるので、これを別にカウントして最初4って言っちゃったんですが、これ結局は同じ話なので、1つ目のステップ、ステップ1ということで1個のステップで合わせて3ステップで考えていきますということです。まずステップ1、1回の思考で表もしくは裏が出る確率はっていうのは、例えば表が出る確率、これを P で書きましょう。で、今僕らが考えているコインの問題だったら、表が出る確率は、ちょっとこれ着手しようかな、表が出る確率は3分の1やったよね。これです。で、裏が出る確率、次は3分の2でした。で、これを、Q で書きましょう。裏が出る確率、これを Q で書いて、これを、3分の2なんですが、これ3分の2ってどうやって計算したか。これは、1-P ですよね。表じゃない確率っていうことや。1から引く、1から表が出る確率を引くってことは、表じゃない確率、それが裏が出る確率なんで、これ計算してやるとちゃんと3分の2になりますよということです。これがステップ1です。で、ステップ2、次に考えるのが、2回表が出る
組み合わせは何回やりますか。場合の数やな。これどういうことなのか。今僕ら5回コインを投げるわけですよね。で、この中のどれか2つが表なわけです。例えばこいつとこいつ。なんでこの場合やったら裏、表、表、裏、裏っていう順番で出ましたってことです。で、もちろん他のパターンっていうのも考える。5回投げたら例えば、裏、裏、表、表、裏っていうのも考えられるよね。で、こういうのが、いくつもあるわけです。で、これ何回やるのか。これわかる？どうやって計算するのか。これは実は第1回で復習した内容、コンビネーションですよね。 5C2 通りあります。で、第1回でこれ復習したところなんですが、多分高校でももう習ってるところだな。 NCR、つまり N 回試行を行って、そのうち R 回表が出るっていうパターン、これの組み合わせっていうのはこうやって計算できるんやったよね。N の階乗割ることの R の階乗かける N 引く R の階乗や。ってことは、この 5C2 っていうのはどうなるのかっていうと、5の階乗割る2の階乗3の階乗。これは5、4、3、2、1割ることの2、1かける3×2×1、これ計算すると10で10通りありますよということです。いいかな。これが、2つ目ステップ2です。ステップ1から復習していくわ。ステップ1っていうのは表が出る確率、これはもう我々の定義3分の1です。で、裏が出る確率っていうのは1引く表が出る確率で3分の2になります。で、次ステップ2っていうのは、じゃあ5回コインを投げたとして、表がどこに入り込んでくるのか、出てくるのかって、このパターンが何パターンあるのか、場合の数です。で、これは 5C2 で計算できて、我々の場合だったらこれは10通りでしたということです。で、この1と2、こいつとこいつと、こいつとこいつとこいつ、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 こいつらを使って最終的な、確率を出してみましょうというのがステップ3です。じゃあステップ3見ていきましょう。ステップ3、以上を合わせると2回表が出る確率は、表が出る確率は5C2 の3分の1。これが1回表が出る確率やったよね。これが1回の試行で表が出る確率や。で、これが2回起こるんやから2乗にするわけです。で、次、裏が出る確率。あ、そうか、ちょっと待って、これ書き方順番は悪かったね。1回消してもう1回同じの書いていきます。まず、うちら考えるのは、表が出る確率、1回の試行で表が出る確率、これが3分の1です。で、これが2回出るんで、確率なんで2乗、3分の1かけ3分の2、2回分掛け算して、つまり2乗してやってこうなります。3分の1の事象です。で、次、残りの回っていうのは裏が出るんやったよね。なんで裏3回出るわけです。で、これ裏が出る1回の試行で裏が出る確率は3分の1、これや、これな、3分の1です。で、これを、3回起こるんやけど、この3っていうのは5回投げたものから表が出る回数、2を引いたやつやんな。こうなります。なんで 5-2 で3ってことや。で、これが、例えば表、表、裏、裏、裏っていうパターンです。で、こういうふうな、1回のこのパターン1個。例えばこいつね。あ、そうか。これ。まあ、こいつで計算したのは、例えばこいつ。このパターンが出るって、この1個のパターンが出る確率です。で、このパターンっていうのは場合の数の組み合わせの数で10個、元、より元の式に戻ると 5C2 個、5C2 パターンあるわけなんで、これを 5C2 倍してやる。確率はだから、
こいつが出る確率足す、こいつが出る確率で全どんどん足していくんで10倍増えるわけ。これが10パターンあるから10倍増えるわけやな。でこの10ってのはこいつから来てるから、こいつをこいつここにかけてやれば、5回コインを振ってコインを投げて2回表が出る確率、最終的な確率が出てくるわけです。それが5、4、2です。いいかな。なんでこいつらステップ1から出てきて、こいつはステップ2から出てきたわけで、これが2回、5回コインを振ったら2回表が出る確率です。なんでこれを、これ実はもうすでに離散確率密度そのものなんで F で書きましょう。 F of 2、 2回、 N 回、この F っていうのは N 回表が出る確率N 回じゃないな、 X 回やな。うちらの表記だと、うちらが今まで授業でやってきた表記だと X、 つまり X 回表が出る確率っていうのがこれになるわけです。いいかな。 F of 2 で、これ実際計算してみるとどれぐらいになるのかっていうと、おっと変なことしちゃった、こうやな、5C2 っていうのはこれは10でした。でこれに、3分の1の事情、つまり9分の1や。9分の1っていうのが来て、次3分の2の3乗。なんでこれは27分の8です。あ、ごめん。僕よくちょっとこの7、この変な7書いちゃうんだけど、できるだけ直します。できるだけね。27分の8と。で、これ計算すると243分の80と。いうふうにバッチリ確率が出てくるわけです。いいかな。これが、コイン、このコインっていうのは、つまりあることが起こるか、もしくはそうじゃないことが起こる二択の確率や、この二択の確率で何かが起こるような思考を、例えば今だったら5回繰り返して、そのうち2回表が出る、ある一方向が、ある一つの 方が起こるっていう確率で、それを計算する流れっていうのを今例で見せました。でこれを一般化してみましょう。これあくまでも、コインを5回投げるって話で、それ自体に興味がある人は少ないと思うんですよね。なんでこれもっと一般化していきましょう。で一般化するっていうのはどういうことなのか。例えば、表の確率、何かをやってある結果が出る確率、二択で起こるような確率現象、確率事象をやって、でそのうちの一つが起こる確率、これを P で表します。で、もう一つが起こる確率、今便宜上裏って書きますが、裏が出る確率、これを Q で表しましょう。この Q と P の関係っていうのは Q イコール1-P です。どっちかが起こるかな。つまり Q と P を足せば、 Q と P を足せば1になるってことは、どういうことかっていうと、どちらかが必ず起こりますってことですよ。で、これを N 回試行して、例えばコインだったら N 回投げて、 N 回試行して X 回表が出る。確率はどれぐらいでしょうっていうのが、今我々が考えている問題の一般形です。で、そうすると、X 回表が出る確率、F of X。さっきの例だったらこれね、2回だったから F of 2っていう具体的な値だったけど、今、X 回で一般化しました。これどうなるのかっていうと、さっきと同じ話、ただ、5とか3とか2とかって書いていたのを具体的な、具体的じゃない、一般的な記号で書き直します。 NCX かける P の X 乗かける 1-P の N-X 乗、これ、1-P っていうのはつまり Q ってことね、ですということです。で、X っていうのは0、1、2で点点点で最大 N やんな。N 回、コインを振るわけなんで最大は N です。X の最大は N です。で、これが、コインを投げた問題の確率分布の一般形です。で、実は、これを二項分布と呼びます。いいかな。
この式絶対覚えておいてください。これが二項分布の式です。超重要。これが二項分布の式です。もう一回言いました。二項分布の式ですということです。で、この二項分布の一般式、こいつを使ってもうちょっと別の問題を考えてみましょう。よ、この式ちょっと残しとこうかな、ここに。で、それはどういう問題なのか。五択問題。10題。全10問の五択問題にランダムに適当に何も考えずに回答した場合、X 台に正解する確率は分かるかな？この二項分布、これの F(x) 書くね。F(x) これを求めていくわけや。で、今ここ C(x)、x は今 x 台やからそのまま x で残しておいていい。で、10台やからここ n っていうのが10になるよね。10の x です。10CX。で、次 P。五択問題にランダムに答えるんやから、正解する確率は5分の1やんな。5つ答えがある中で1個だけ正解。で、それに対して適当に答えるわけやから5分の1ですよ。5分の1。で、これの、ここ、X。X 回正解するんで、X 乗です。で、今度は五択問題、適当に選んで不正解する確率っていうのは、1-5分の1や。で、つまり5分の4ってことやけど、これね。で、これが、今度は、じゃあ何回、これは不正解する確率ですよね。で、この不正解、何回不正解するのかっていうと、10-x やんな。なので、ここ10-x ってやります。で、これが、五択問題10題にランダムに回答したとき、x 台に正解する確率です。で、今からちょっと衝撃的なものを皆さんにお見せしましょう。これで、じゃあ、こういうふうな答え方をしたとして、では、8台以上に正解する確率は、つまり80点以上、そうよね、80点以上取れる確率は、どれぐらいでしょうということです。あ、ちなみにこれ、第1問から第10問まで同じ配点っていう暗黙の前提が入っていました。細かいところですが、8台以上に正解するには、今暗黙の前提っていうのは80点以上っていう言い方をしたからね、8台以上に正解する確率にはその前提別はいりません。で、それが80点以上っていうのには、配点が全部均等ですって暗黙の、前提が入っているということです。ちょっと細かいところ気になるところがあるので、あんま気にならない人は無視してください。で、これ実際計算してみましょう。で、これじゃあどうやって計算するのか。8台以上正解する、確率なんで、8回正解する確率足す9回正解する確率足す10回正解、10台に正解する確率ですよね。で、これ実際計算してやると、これ気になる人、この式使って実際計算してみてください。もうこれ数字の問題なんで答えだけ書きます。こうなります。これは50分の761。で、これどうなるのかっていうと、7.8×10⁵ ぐらいです。で、これパーセントで表すと 0.008%。で、例えばだ、80点っていうのが B の、成績 B の基準だとして、五択問題に10台ランダムに答える、これぐらいの試験だったら勉強しなくても適当にやればなんとかなるんじゃない、運が良ければなんとかなるんじゃないかなと思う人いらっしゃるかもしれませんが、実際に計算してみると、それでなんとかなる確率というのは 0.008% で、そんなミラクルは起きないわけです。なので、皆さんもそこで努力を怠らずきちんと勉強していきましょうというのが、この二項分布の例の教訓ですということです。いいかな。で、じゃあ冗談はさておき、もう少し、この二項分布の性質というのを見ていきましょう。
二項分布の性質。まず1、二項分布の形です。二項分布の性質。ここから二項分布の性質に入ります。まず、二項分布の性質1、形。まずこの形に関するポイント、二項分布の分布の形ね、これに関するポイントの一つは、二項分布は、二項分布の形っていうのは、試行回数 n と、確率 p だけで決まるということです。これまあ当たり前やんな。この式を見ればわかるわけです。二項分布の一般式、こいつ黄色で書いたこれやな。この中に入ってるパラメーターっていうのは、試行回数 n と確率 p、 この2つだけや。 x っていうのはこれパラメーターじゃなくて変数やから、あの分布の形を決めてるわけじゃないな。この x っていうのは実際に変化しながらこう横軸になってこう分布が決まるわけ。これが x だから、この x っていうのはパラメータに入りません。この x に対する分布の形を決めているのは n と p、 この2つだけです。 OK、 こういうのを2パラメータで決まるっていう言い方をします。パラメータって、あのよく日本語でもパラメータって言って適当な言い方しちゃうと思うけど、日本語でパラメータってのは母数って言います。ちょっと書いておこうかな。母数、これパラメータって言います。これが、関数の形を決める値のことです。でこのパラメータが2個、これが、二項分布の特徴の一つです。でなので二項分布っていうのはこういう書き方をします。瓶の、これ記号ね、記号とかこういう書き方してあったら二項分布のことですってことです。瓶、バイナリーの瓶やね、二項っていう意味でバイナリーの瓶です。で、そこに n と p って2つのパラメータで、 n と p2 つ決まってて、でこれは二項分布です、あのここで勉強したこの形の分布ですっていうのが分かってれば、瓶 np ってこう書いてあるだけでも関数の、分布の、確率密度分布関数の形が決まると分かるということです。で実際じゃあどういう形しているのか見てみましょう。で気になる人は実際コンピューターとかで書かせてもらえばいいと思うんですが、これ今横軸が x ですよね。で n が小さい時っていうのはこんな感じになります。例えば n が5だと、まあこんな感じになるんですよ。で n が10とかちょっとずつ大きくなっていくと、これが低くなって右にこう広がってきます。なんかうまくいかないけど、ごめん、ちょっと書き直していいですか。こういう感じ、これが n イコール10。ちょっと色を変えようかな、重なっちゃって見にくいから。こういう感じです。でさらにこれが大きくなっていくと、 n が30とかでこういう感じになって、でも n が50とかになるとこういう感じになります。でつまりこれどういうことかっていうと、二項分布っていうのは n が大きくなると対称形に近づいていくということです。二項分布、二項分布はってちゃんと書いとくか、主語大切なんでね。二項分布は n が大きくなると対称形に近づきます。こういう性質があります。これが二項分布の持っている、重要な性質の一つです。で次、二項分布の二つ目の性質、三つ目の性質というのを今からいきます。あ、ごめん、まず二つ目の性質か、二つ目の性質からいきましょう。二項分布の性質2、これ実は簡単です。 f of x の合計、合計、積分じゃなくて合計って言い方してるのは、二項分布っていうのが基本的には離散分布だからですよね。f of x の合計、すべての x に対する合計は1になります。これは、幾何化条件を考えれば当たり前のことですよね。ただ、ナチュラルにちゃんと幾何化もされています。
できているって書いとくか。いつの間にかできていたんでできている。でこれ実際、証明することもできます。証明って書いとくか。実際に、さっき勉強したとかさっき導いたこの二項分布の式、こいつから証明することもできます。これね、じゃあどうやってやるのか、スタート地点はここです。 P たす Q の N 乗、これどうなるかわかる？ P たす Q の N 乗、これ詳しくどういうふうに計算していくのかっていうのは言いません。でただキーになるのはキーワード二項定理です。覚えてるよね、他の授業で一回勉強したんじゃないかなと思います。二項定理、二項定理によるとこの P たす Q イコー P たす Q の N 乗っていうのはこういうふうに展開されるわけです。これ勉強したと思います。覚えてない人は二項定理でググってみてください。これは X0 から N までを足していくんですが、何足すのかっていうと C of X P の X 乗かける Q の N-X 乗。 OK、今これ二項定理の話一回忘れてんのね。二項定理じゃない、二項分布の話一回忘れて二項定理の話をしています。 P たす Q の N 乗っていうのを二項定理で展開するとこの式になります。なるんですが、あれこれ気づいた？これ実は二項分布、こいつと同じ形してるよね。今 1-P でここ書いてあるけどこれ Q やから全く同じ形になってます。これ二項分布と同じなんですよ。 NCX N コンビネーション X があって、で P の X 乗、そこに 1-P つまり Q の N-X 乗、これ実は二項分布そのものです。いいかな。で、今言ってるのは F of X の合計、二項分布を X に対して全て足し合わせたこれやんな。あ、ごめん、これが二項分布や。でこれ、サンメーションがあるってことは二項分布を全ての X に対して足し合わせてる、つまり F of X の合計ってことや。これがつまりこいつが1になることを証明すればこいつ証明されたってことや。じゃあこれ1になるのか。でこいつが1になることを証明するってことはこいつが1になることを証明するってことですよね。イコールで結ばれてないから、じゃあこいつ1なのか。1ですよね。なぜなら P たす Q、 これ1やったよね。表が出る確率足す、表が出る確率足す裏が出る確率、これは1です。表か裏どっちかしか出ない、どっちかが必ず起こってどっちかしか出ないわけやから、起こらないわけ、どっちかしか起こらないわけやから1です。これ1です。で1のN 乗は当然1やんな。なんでこれで証明できましたということです。この程度のことで QED と書くのはちょっとおこがましいんですが、これで証明できましたということです。で、今日ちょっと講義長いんですが、この先切りのいいところまで、二項分布の3つ目の性質と4つ目の性質までいきます。性質3つ目。平均です。二項分布の平均がどうなるのか、これ非常に重要です。でちなみに4つ目ってのは分散がどうなるのかって話ね。で、二項分布の平均どうなるのか今から計算していきましょう。計算していきます。二項分布の平均を求めるってことはどういうことや。平均っていうのはつまり X の期待値やんな。なので二項分布の平均を求めるってことは我々はこいつを求めたいんですよ。よ、シグマ x イコール0 n、 x の期待値やからこうや。こいつを求めたい。じゃあこれどうやってやるのか考えていきましょう。ごめん、その前に一つ重要なこと、重要でもないんやけどすっきりしない、今までこう先延ばしててすっきりさせてなかったことをすっきりさせておきましょう。ここね、最初のところで伏線だけ貼って回収し忘れてました。これです。こいつなんでこの分布が、違う、この分布が二項分布って呼ばれるのか。なぜならそれはこの二項定理から
二項定理で実際展開してやると出てくるこいつ、ここで現れてくる二項定理の展開によって出てくるのと同じ形をしているから二項分布というわけです。いいかな。で、これがこの、後半の最後の最初のところでちょろっと言ったことの伏線回収です。二項分布っていうのはなんで二項分布って呼ばれるのか。でなぜならばそれは二項定理を展開してやると出てくるこの式、これと同じ形をしているからですということです。で、その話、まあ、それはそれでいいとして、じゃあもっと重要な話、性質3、二項分布の平均、つまり x の期待値、こいつですよね、を見ていきましょう。ちょっとこれ汚かったら直しとこう。矢印、今のは矢印です、こうです。で、じゃあいきます。じゃあどうやって計算するのか、ポイントになるのはこいつなんですよ。まずここで当たりをつけます。ここのシグマ、サンメーションがあるんで多分こういうのから始まるんだろうということで、実はこの式、この式からスタートします。この式か、この式からスタートします。これ見てみましょう。シグマ、これ当たり、まだ当たりをつけたってことね。おそらく こいつをいじっていけば出てくるんじゃないかっていうのを考えるわけや。n-x やな、こうです。ちょっと汚くなった、書き直そう。でこれ見てやると、f of x っていうのがここや、でシグマっていうのがここや、あと x がないだけや。だからこいつの中にうまく x を作り出してやれば、こいつを変形していくことでここにたどり着けるんじゃないかなって考えるわけで、ちなみにこいつね、これの値はもう分かってるよね。さっき計算したこいつです。p たす q の n 乗。なんで、これはこの式そのものですよね。この式そのものです。ここからスタートします。で、これ見ていく。じゃあどうやってるのか。これね、ここに今からやること、もう答えが一回分かってるから気づくことないけど、こういうのは厄介な問題って言って、一回解いてみると見通しがついて、もう一回ちゃんと解き直せるっていう問題なんです。なんでこれ一回答えが分かっている、いろいろ試行錯誤でちょっとずつ答えが分かって最終的にこの解き方にたどり着いたっていうのだけ理解しておいてください。で、じゃあ今から何をやるのか。うちらが欲しいのはこの x や。なんでここに x 作り出したいわけです。ですよ。じゃあどうやって作り出すのか。これよく見てやると、ここに x いるよね。で、こいつをここに持ってきたい、増やしてここに持ってきたいわけ。じゃあどうするか。型に乗ってる x をこっちに連れてくるのって何やと思う？微分やんな。なんでこれを p で微分します。で、そうするとこの、p の型に乗ってる x っていうのは微分係数としてこっちに降りてくるわけや。じゃあ実際書いてみましょう。これ微分します。で、これシグマの、ここもちょっと省略するね。みんな余裕があればちゃんと間違わないように書いておいてください。シグマ、x の nc、x、まあ、この x っていうのは、これね、こっから降りてきました。ここです。x、やった、出てきた、x 出てきた。で、p。で、ところがこの x、微分なんで、一つ減っちゃうんですよ。x 引く位置になります。で、q はこれの影響を受けないから、Q はこれの影響を受けないから n-x で、右辺も当然 p で微分します。そうするとどうなるのか。この今度は n がこっちに降りてくる、この p のせいで n がこっちに降りてくるよね。で、p 足す q の n-1 乗になります。で、これでもう割といい線いってるわけや。ほぼほぼこいつですよ。ただ問題はこの人、p の次数が1個低いんや。これ x にしたいわけ。じゃあどうするか。これここの次数上げたいんやからどうするか。q をかければいいよね。なんで両辺に今度は q をかけます。あ、ごめん、p をかけます。ここからやな。ここはこの p の次数を上げたいんやから p をかければいい。なんで両辺に p をかけましょうということです。で、そうすると左辺はシグマ xnc、nCx のここ、こいつ p が1個かかって次数1個増えるから p の x になるよね。で、q の n-x です。で、これ実はもうこの時点で全くこれと同じですよ。ここだってもう f of x やろ、ここね、ここまで f of x やろ。で、 x がここにいるわけだ。
でシグマ、全く同じです。これを求めたかったんです、実は我々は。で、問題はそうすると右辺です。右辺どういう形になるのか、 P をかけてるんで N かけ P たす Q の N-1 乗に P をかけたもの、こいつやな、これです。このかける P っていうのがここ最後に出てくる、こことここが同じで、こいつとこいつが同じです。出てきたわけです。で、これでもうほぼほぼ解けてる。じゃあ問題は、我々知りたいのはこいつ、右辺、右辺がどういう値になるのか。でこれでも実はよく見てみると、そもそものこの人 P たす Q は何やった ?1 やったよね。だからこれ整理できるわけです。で、まずそうか、ここが1やな。で1の N-1 乗、これなんや、1は何乗しても1ですよね。なんでここ1なんですよ。なんでこの部分も無視しちゃってるわけです。 N×P に右辺はなりますということです。でそうするとどういうことなのか、これ整理しよう。まず左辺からいきます。左辺、これはシグマかけこの X が降りてきて X で、ここ NCXPXQN-X 乗、こいつ見てやると、これは実は二項分布の式そのもの、こいつ F of X 二項分布の式、こいつそのものや。なのでこれ F of X で今我々表しているので、これは F of X です。いいかな。でそうするとこれ実は離散確率の X の期待値、つまり平均の式そのものやったよね。これなんでこれは平均です。でこれが右辺になるんやけど、この右辺は N と P 残ってるけど、この真ん中のこいつら1にもなっちゃってるから、これ NP なんですよ。 OK。 でこれを我々は平均 μ で書きます。これは、記号の約束、μ、今までも平均って意味で出てきたと思いますが、これが実は μ で、我々はこれを、これが実は平均で、我々はこれを μ で表すことが多いです。これが、非常に重要な式なので、きちんと、覚えておいてください。この動質っていうのはこれからあんまもう自分らやることはないと思って、この動質いつもこの授業でやってるのは、これあのトリックとして非常に面白くて好きなので、まあせっかくのオンライン授業なので、後でビールでも飲みながら、これ性質3のところ、ああなるほどと思いながら見てもらうと、なかなかマニアックでよろしいんじゃないかと思うんですが、そこ動質自体はそれほどもうこの先出てきません。ただ、この平均ですね、性質3って書いて、ちゃんと書いてなかった、平均、これは、二項分布の平均です。平均、縦書きやけど書いとこう。この平均ですね。この平均がこの形になる。つまり一番重要なのは平均が NP になるっていうのはもう非常に重要なので覚えておいてください。2項、もう一回言います。2項分布の平均は NP になります。いいかな。で、今日ちょっと切りのいいところまで来たので、今日ちょっと長くなっちゃうんですが、次回以降で調整するので、もう少し付き合ってください。今日の最後のところ、次。4番目の性質、二項分布平均に次ぐ4番目の性質なんや、多分平均が出てくるともう当たりのつくところで、4番目、二項分布の分散です。で、そもそも1番目の性質、2番目の性質かな、あ違う、1番目の性質ですね、二項分布の1番目の性質、二項分布の形というのは N と P だけで決まるっていうふうに言ったんで、分散も当然 N と P だけで実は表されます。あ、そうか、二項分布の性質ってのは N と P だけで決まるんで、なので当然平均っていうのも N と P だけで表せたわけで、当然分散についても同じことが言えます。なのでいきましょう。じゃあ分散、二項分布の分散です。で、この二項分布の分散、さっきと同じように我々が今何を計算したいのかっていうと、こうやんな、x が0から n まで全領域、 x の全領域に対して微分します。ごめん、サンメーションを取ります。何をやるのか、なぜなら分散というのは、分散というのは中心周りの2次のモーメントやったよね。こうです。
これ引く中心周りなんで、ごめん、こうや、この期待値やっていうのが分散でした。ただ分散っていうのは2次のモーメントと1次のモーメント、つまり平均からも求めることができたんで、今我々が興味があるのは2次のモーメントそのものを求めるってことです。でこの2次のモーメントが求まってしまえば、あとは、この1次のモーメント平均ですよね、こいつを使って、ここまだここちょっと書くけど、こことこいつを使うことで分散が出てくるわけです。なんで今から我々が求めるのは2次のモーメント、こいつを求めます。x の2乗、ここに f of x、 これですね。さっきはこいつ1次のモーメントを求めた、今から今度は2次のモーメントを求めます。こうか、こうか、2次のモーメント、この2次のモーメント自体はまだ分散じゃないよ。2次のモーメントと1次のモーメントから分散を求めるのね。ただ2次のモーメント求まっちゃえばもう絶対、1次のモーメントはもう求まっているので分散が求まるという寸法です。じゃあ見ていきましょう。で、どうするのか。これね、じゃあ今回も平均の時と同じようなトリックを使います。平均の時はここ、x1 乗、こいつの期待値を求めようとは思ったわけよ。で、今回は x の2乗の期待値を求めたいわけ。なのでじゃあどうやってやるのかというと、一回微分して出ていたこの式、この式をもう一回微分します。書いていくね。さっき出てきた式、これね、もう一回書き直します。あ、書き直す、あ、書き直そうか。これね、これさっき出てきた、さっき途中で出てきたこの式は P で微分しましたって言って出てきたこの式ですよね。そうやな、まだ x をかける前、この式です。でこの、2項分布、あ、2項定理を P で1回微分した式で、今度はこいつね、この x を2乗にしたいわけやから、もう1回この x さんを連れてきたいわけですよ、ここに。なんでもう一回 P で微分します。こうやってなんか当たりをつけながら数式をいじっていろんなものを示していく、導いていくのって、こう当たりをつけながらやってみて、その結果を見ながら微調整していく。でこういうのを理論作っていくのって慣れてくると非常に面白いんですよ。なんでこれ見といてください。これ今からいきます。もう一回 P で微分します。そうするとこれどうなるのかというと、シグマ、これも今シグマの上と下は書くのめんどくさいんで省略しちゃってます。これ、もう一回微分するとこの形になります。 x 2乗引く x、今こいつがここに降りてきて、この x とかかってるってことね。なんで x 2乗引く x で ncx の p の x 引く2乗、これね、ここもう1次下がるから x 引く1が x 引く2になります。で、ここに9はもうそのまま残るので P で微分しても関係なく n-x や9の n-x 乗、これイコール n×n-1、 あ、これもう一回 P で微分するから、右辺も P で微分するから n-1 がここに、ここに降りてきて n×n-1 で、この次数が1個下がるよね、1個、下がります。n×n-1 の p 足す、ちょっとくちゃくちゃっとなっちゃった、p 足す9の n-2 乗です。いいかな。で、さっき、またさっきと同じトリック、この人、ここが n-2 乗になってるけど、これ、p の x 乗にした、ごめん、ここは x-2 乗になってるけど、これあくまでも p の x 乗にしたいので、これ全体をだから2項分布にしたいので、ここは x にしたいわけで、そのために今度は p の2乗をかけます。 p の2乗をかけます。でそうするとこれどうなるのかっていうと、イコールで結んどこうか。 x の2乗を引く x のごめん、x の、ちょっとくちゃくちゃになっちゃった。x の2乗引く x、ncx、
で、これね、こう P の x 引く2乗やったところが P の x になって、で Q はそのままです。Q の n 引く x でイコール n かけ n 引く1の P の2乗を P 足す Q の n 引く2乗やっていうことです。で、これを、整理してみましょう。イコール、まずここ、ここね、ここも二項分布そのものやんな。なので、これどうなるのかっていうと、シグマの x 二乗引く x で、二項分布なんで f of x。イコールで右辺で n かけ n 引く1の p の2乗でこの人この部分ね、この p 足す q ってのはこれ1やったよね。あれ1の n 引く2乗なんで1何乗してやってもこれは結局1なんでこれも消えちゃいます。なんでこの式になるということです。で、そうか、ごめん、今ちょっと最初の説明をちょっと大まかなところ間違えてたね。今我々が計算しようとしてるのはやっぱ2次のモーメントなんですよ。ただ2次のモーメントを直接ここから出すわけじゃなくて、この式を変形していくともうすでに2次のモーメントと1次のモーメントの組み合わせが出てきます。でそこから2次のモーメントを求めますっていうことです。でその2次のモーメントと1次のモーメントをもう一回使って、最終的に分散を求めるということをやります。で、あと一息なんでいきましょう。まずここまで出てきました。で、この式ね、この式、この式、もう一回ちょっと切りが悪いのでもう一回書き直します。みんなのノートは別に書き直す必要ないんでそのまま続けて書いてください。ペーストドン、これね、同じ式です。で、これ見ていくとまずここや、そうか、これね、でこいつ、ここ、最初のシグマ、こいつを分解します。こいつをここにかける、x の2乗をかけたやつと、こいつをここにかけたやつに分解します。でそうすると、シグマ、x の2乗を fx っていうのが最初のところやね。で引くことのシグマ、x の fx になるよね。で、右辺は n かけ n 引く1の P の地上、あ、細かいところですがやっぱこのイコールはない方が綺麗ですね。間違あっても間違っていないと書き方だけの問題です。いいかな。でここまで来ましたと。でそろそろこれ書いとこうか。今まで省略してたけど最後の式に近くなってきたのでもう一回書いておきます。0から n までです。いいよね。でこれね、見てやるとここ、これなんや、x 二乗の期待値やんな。この人です。2次のモーメントです。2次のモーメント、x 二乗の期待値書いておきましょう。これは x の二乗の期待値、2次のモーメントです。で、次、こいつなんや。これは x の一乗のモーメント、1次のモーメント、x の一乗の期待値、つまり1次のモーメント。ってことは、平均やんな。さっき計算しましたもん。μ です。ごめん。これです。μ です。この μ は何になるんやった？覚えてる？さ、ついさっきのところ。これね。np ですよね。なんで、これ μ は np です。OK。で、これまとめると何が起こるのかっていうと、この式、全体の式はこういうふうに整理されます。x の二乗のモーメントイコール、この部分マイナ、これマイナスミューやからこいつ降りてきて、マイナスミューこいつをこっちに移行するわけで、そうするとこれ書き直すと右辺 n-1 の p の二乗で、マイナス、ごめん、これね、このマイナスがいてマイナスミューで、つまりマイナス np、 それがこっちに来るんでプラス np になってプラス np になりますということです。で、これがまず1個目のポイント。2次のモーメント。
二項分布の二次のモメントです。で最後分散、我々が本当に知りたい分散で、分散とモーメントの関係ってどうやったか覚えてる？分散っていうのは二次のモーメントエクスペクテーション X の事情引くことの一次のモーメントの事情、一次のモーメントつまり平均の事情やったよね。でこれ実際に計算してみましょう。でまず二次のモーメントは n×n-1 のP の事情足す NP や。で、これ、この人、μ の事情引く μ の事情。で、この μ っていうのは NP なわけやから、引くことの、引くことの N の事情、P の事情やね。で、これ、続き書いていきます。で、もういきなり答え書いちゃってもいいんやけど、せっかくここまで来たので、書いていきましょう。 N の事情、かけ P の事情引く NP の事情、これがこれやんね、これがこいつで、こいつとこいつ、これとこれの組み合わせがこいつです。で、足すことの NP、 これもこれがこのまま降りてきただけ、引くことの N の事情P の事情です。でそうすると、この N の事情 P の事情引くことのっていうのとこの N の事情 P の事情消えが打ち消し合うので、最終的にこれ整理すると N かけ P かける、あか P かけるカッコの1引く P で、このちなみにこのカッコの1引く P っていうのはここね、ここは Q でもあったってことやね。でただ今、二項分布っていうのはあくまでも N と P だけで決まるっていうところを強調しているので、この書き方に留めておきましょう、にしておきましょう。これが、分散です。二項分布の分散、これが次の今日のもう一つの非常に重要な式、二項分布重要です。二項分布瓶のこの書き方さっきやったよね、瓶の N カンマ P、ここです、この書き方よ、この書き方、二項分布 N、二項分布瓶 NP、 これのの分散ですと。で最後に一応分散と、二項分布の分散と平均ってのをもう一回書いてまとめておきます。二項分布のこれ重要なところなんでまとめておきます。平均μっていうのは平均μってのは NP でした。で分散シグマの事情っていうのは NP×1-P でしたということです。でちなみにこれは NPQ っていう書き方もできますということです。いいかな？では、以上で今日の、確率論第7回後半の講義を終わりたいと思います。で今日ちょっと長かったので、大変だと思いますが、しっかり復習して勉強し直してください。あ、そうか、ごめん、もう一個最後、いつもの復習を忘れてました。復習しておきます。今日の後半も復習しておきます。この授業では、この第7回の後半から講義全体の折り返し点後半ということで、具体的な確率の分布という話をしていきます。で今日勉強したのは二項分布、これの前半です。来週もう少し二項分布の性質の続きをやります。でそこからポアソン分布、多項分布、長期化分布というのを勉強して、最終的に、講義では第10回、に正規分布、分布の王様正規分布というところにたどり着いてこの講義全体を終わろうと思っています。で今日勉強したのはこの二項分布で、この二項分布っていうのは、例えばコインの、コインを
投げた時の裏が出る確率、 N 回投げた時に X 回表が出る確率、もしくは、N-X 回裏が出る確率っていうのが、回数がどういうふうに分布するのか、この確率じゃないね、コインを投げた時に表が何回出るかっていうのの回数がどう分布するのかっていうのが二項分布でしたということです。で、ゴニョゴニョゴニョっといろいろ計算していったんですが、この二項分布の形というのは重要なところ、この形になります。N 回試行を行って X 回表が出る確率、表が出る確率が P で裏が出る確率が 1-P の時に N 回試行して X 回表が出る確率、ここ気をつけてください。 N 回試行して X 回表が出る確率、それの X に対する分布が二項分布です。でこれは、NCX の P の X 乗かける 1-Q の N-X 乗と、この形になります。これが二項分布というものでした。で、この二項分布には、いくつか性質があります。で4つ勉強しました。まず1つ目の性質がその形です。二項分布っていうのはまずそもそも形というか、二項分布そのものが2つの母数パラメータによって決まります。それが、試行する回数 N と表だったら表が出る回数あごめん試行する回数 N とでもう1つは表が出る確率表だったら表が出る確率 P です。 N と P、 この2つのパラメータだけで完全に形が決まります。で N が小さい時、試行回数が少ない時っていうのは非対称でこういうカクカクカクっていう形した形をしています。でそれがどん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  N が大きくなってくるに従って、この X が大きい方向に引っ張られていって、かつ対称形に近くなっていきます。でこの辺の性質、この後二項分布からいろんな分布を これを元に、次の他の分布っていうのを導いていくことになるんですが、その中でこの性質は重要になってきます。で2つ目の性質、2つ目の性質は二項分布も当然規格化されているという性質です。でこれ自体はまあシンプルな話なんですが、これを証明するのに二項定理、昔別の数学で習ってると思うけど二項定理、ここから二項分布の形を導くというのをやりました。でそうするとそこから、当然二項分布っていうのは規格化されていて、全部足し合わせると1ですよというのが出てくるという話です。でこれ、二項分布の性質というか、もう確率分布の性質そのものなんですが、ここで重要なのは、そもそも二項定理が二項定理と呼ばれるのは、この二項分布を計算するとそこから出てくる形だからということです。で3つ目の性質、これは二項分布の平均です。でずっと計算自体はもう復習なんで省略しますが、平均は NP という形になります。もう一個分散、これさっきまでやってたところね。で分散というのは最終的にはこれはこの形 NPQ、 もしくは、2つの母数だけで表現するんだったら NP×1-P とこの形で表されますということです。平均は NP、 これが3番目の性質で、分散は NP×1-P、 これが、4番目の性質でしたということです。じゃあ以上で今日の後半の講義終わりたいと思います。